店です。職業はフードアドバイザーをしています。メインはケータリングのビジネスをしています。私にとって食すごい大事で、食を通じてハッピー、ポジティブ、ワクワクを伝えられたらいいなと思っています。友達から一番言われるのは、黙ってればいいのに、黙ってれば綺麗なのに、黙ってればモテるのに。黙ってなくても綺麗だしモテてると思うんですけど、なんなんでしょうね、出てきちゃうんですよね。人を喜ばせることが好きなんですよ。好きな人にはその人の好きなことをもっとしてあげたいとか、喜んでほしいっていうところから結構尽くしますね。自分自身じゃ気づけないんですけど、彼氏と喋ってる時とかは人変わるよねって言われます。目が女って言われます。ちょっと照れちゃいますよね。まあ、勝手な予想ですけど、結構もう行くぞみたいな感じで気合を入れていらっしゃると思うんですね。落ち着きがあるからこそ、そのワイワイギャーギャーではなく、深みのある大人なシーズンになっていくんじゃないかと思います。好きになってもらう自信に関しては今のところ五分五分。系統が長谷川さんにはまってない気がする。ただ恋愛ってタイプの人と付き合うとは限らないですもんね。タイプの人と付き合った結果幸せになれるとも限らないですもんね。ちょっと新しい扉こじ開けていこうと思います。長谷川さんの中のえいっえいっって強めにきます。